庭の花を見ていただき、名前でも覚えていただければ幸いです。こんにちは。我が家の庭からトルコキキョウをご紹介いたします。分類は草花、一年草ですね。こちらは原産地が北アメリカ南西部、メキシコ、南アメリカ北部。まあ、こうやって見るとね、あったかいとこ好きなんだなって。まあ、花全体そっか。草丈は20センチから120センチ。うちのそんな高くないけど。そんなに高くなるの？びっくりです。開花は3月から6月。色は白、ピンク、黄色、緑、紫、青、褐色茶。褐色茶見たことない。耐寒性は弱いです。耐暑性はやや弱いです。あんまり直射日光とかダメなんだろうね。雨の当たらない日陰に置いてください。我が家はもうすでに花は終わっちゃってますが、玄関先に葦を立てかけて涼しく管理しておりました。こんな綺麗に咲いてましたよ。綺麗だね。冬はまあとにかく室内に置くこと、凍らせるのはアウトです。庭植えは日当たりの良いところ、水はけの良いところがいいです。乾燥しすぎるのはダメ。アルカリ性から中性を好むのね。だから駆動石灰を少量施しましょう。害虫はつきやすいです。アブラムシ、ヨトウムシ、コナガ、ナメクジ。うちはまあ見たことないですけどね。種まきで増やすんですけど、この種はめちゃめちゃ小さいです。なのでまくときは超微粒子か、微粒子の種まき用土を使うといいと思います。いや綺麗だわ。八重のトルコキキョウです。いかがでしたでしょうか。トルコキキョウってこんな花でした。ご視聴ありがとうございました。またねー。